そうそう、さっきその話もしたんですよ、おつじさんと。あのそのエッチなことっていうのは、例えば今インターネットやなんかでどん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 出てくるじゃん。そうすると雑誌大変なんだよね、やっぱりね。で雑誌大変だから、もっとエッチなことをやれるかっていうと、雑誌ってもっとエッチなことってなかなか、ま、うまくいかない。だから戦略的にそういう、でそれで二極化するんじゃないかと。そろそろエッチなことも、エッチなことはそれこそ個人的なことで、インターネットの世界で、もしくはそのビデオの世界だとかなんか、もうダウンロードもできちゃうからさ、ビデオだってさ、その違法ビデオダウンロードなんか使えば、中国語あたりのサイトからものすごく月9ドルぐらいで、もう日本のエロビデオボンボン落とされたりするっていうのは、ゲイコミュニティだけじゃなくて、そのヘトロセクシャルのコミュニティだって常識の話でしょ。それはそれで、まあ、私は別にそれを奨励してるわけじゃないけど、事実としてそれはある。もしたらさ、そういうところはそういうところで、まあ、つまり、衣食足りて礼節を知るじゃないけどさ、とにかくね、でもね、本当にセックスのことを考えてるときね、セックスをね、しちゃわないとね、まともに考えられないんだわ。そうでしょ、経験的に。女の人だって男の人だって。やっぱりね、あの、なんていうの、パッと、パッとっていうの、とにかくそれを、とにかくそのセックスのことが解決して初めて冷静に、タバコ吸って、あの、なんか考えようかと。次どうしようかなとかさ、携帯電話の番号聞こうかなとかさ、付き合いをどうしようかなとか、次のいやセックスして初めてちゃんとレストランに誘わなくちゃいけないかなとかって考え始めるんだと思うんだわ。そういうことが社会レベルの中でもおそらくね、起きていい頃なんだと思うんですよね。だからセックスはどん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 、あのつまり HIV エイズであるとか STD とかの問題はあるけれども、それに対してもちゃんと自覚的になって公にして話をしながらさ、ということに関してはちゃんと決めながら、どん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 ね、やっぱりね、やるべきことはやるべきだと思う。だとやるべきことをみんなやってんだから、他の人たちは。1年にね、この間も言ったかもしれないけど、とにかく1年にさ、あの日本全国でさ、1年に150万人が新しくセックスするんですよ。だって1年、数字的にそうですよ、だって数学的に。だって1年、年間出生率が130万人とか150万人今、ね、出生率じゃない、出生数は。その人たちが必ず一生に一度はセックスするわけだよね。初めてのセックスを、まあしない人もいるのか、10万人ぐらい、ね、しないかもしれないけども、初めて一生に一度のセックスを迎えるわけでしょ。で最終的に何歳かまで生きるわけだから、1年の統計取ったら130万人とか150万人セックスしてるはずでしょ。初めてどのレベルでするか分かんないけども、そうしないと最後帳尻合わなくなるから、150万人は別として、まあ、じゃあ100万人としよう、130万人としよう。そうしたらその人たちがセックスしてんだから、それもホワイナットさ、なんで僕らがしていけないのっていう話なんだから、そういうところから始めなくちゃいけないし、でそういう一番大切なそのセックスをし始めるのが中学生、高校生とか大学生に関しては、その STD の教育だとかエイズの教育だとかしていかなくちゃいけない。 そこら辺にポスター貼るんじゃなくて、大学でカリグラムに入れろって思うんですけどね。それは全然話は別。とにかくセックスはセックスでして、で頭冷やして、それでじゃあ次にどうしようか、何につなげていこうか。それは個人としてもそうだし、時代としてもそうだし、社会としてもいろんなレベルの中でそういうふうな発展段階っていうのは来てるんだと思うんだよね。でそこで LGBT、まあ、B っていうのが、あの公にどういうふうにカムアウトできるのか分かんないんですけども、 LGT もしくはあと、まあ、Q とかっていうのも、クイアっていうのもありますけども、あとはその、何て言うんだっけ、インターセックスっていうんだっけ、インターセックスの人たちとかもいるし、そういうのを含めてですね、あのそういう人たちが、まあ、公の立場に出てこない限りはさ、僕らのいわゆる投票行動の対象もないから、それは難しいんだけれども、でも今日こうやって集まってくれるってことは、やっぱりそういう社会的なその関心も少しは出てきたんじゃないかなって気はしますね。